わってるね。全然違うんじゃない？いいよ2枚。いいよ2枚。ねえ、大きい。3 hours later. すぐにかけなくて大丈夫。遠いわ。思ったより並んでないんじゃない？ね。ね。うん。485円、最強。なんかささやかに入れた。はい、何だっけ、雨が。先にお塩の方を手に取ってください。塩からお舐めください。少しどうぞ。全部飲んだ。うん。あ、これって。あ、払った？払った。え、クヤブティ。うん。こんなだった？この前。前のは多分100円ぐらいのやったんだね。こんな袋に入ってた？うん、これはなんか物が入ってる。これも入ってたよ。ほうき。ぴったりかもしれない。ほうき、クイックライパー。クイックライパー。じゃあ待って待って、中身はちょっと待つ。うん。塗るのは中身が見えたら怖いから先に石。あ、かわいいね。How light turquoise。 ターコイズ、私あれだよ、誕生石、うん、危険を察知し身代わりになってくれる、うん、石。じゃあ次、秋。じゃあじゃん、何吉。ここに書いてある。一緒一緒、末吉。なんで二人一緒なの？ね、低いけどめっちゃいつでも一緒。今までの苦しみ煩いもいつか消え、心楽しい時が遠からずきます。ただお助けを祈って心ひらやかに。授けられた自己の職務を熱心に尽くしなさい。 A few inches later。動かない方がいいのかな。気をつければいいんじゃない。お守り見せる。お守り見せる。交通安全のお守り。去年1年間バイクで1回もこけなかったし、うん、飛行機も落ちなかったから同じもの継続、うん、かつカード式なんで使ってたくて。地球に優しいって書いてある、うん、持ち運び、あとかさばらないから、うん、パンクはしたけど、うん、その前の年3回ぐらい事故ったけど、去年は事故らなかったから同じの。去年は金運買ったんですけど、今年は仕事運のお守りを買いました。うん、なんか悩みがもう大人になってきてる。もういい加減大人って。もう30も超えて40近いのに。おばさんとおじさん、家族でアリーを見に行きました。予想以上に面白かったです。泣いてしまいました。泣いたあ、でもいっぱいなんか鼻すすってる人いたよね。いっぱいいたよ。あれでまた泣きそうになったってよ、うん、というあのすごい音じゃなくても分かったのかも。あんまりすごい音の違いが分からんかったって。ブラッドリー・クーパーの声はあんなに低くないと思う。声ワイルドだったよね。あのニーニーはいつもあんな声だけど、注射なのかなと思った。お尻に打ってた最中、映画の中で。あれ絶対にダメかな。あ、そうなの。なんか鎮静剤か。意外と面白かったっていう。意外と面白い。30日も家族と一緒だ。私の家族と一緒だったのに、1日また私の家族と一緒。普通こんなに彼女とか彼氏の家族とつるんで遊ぶ彼氏と彼女っているんでしょうか。高校生とかだったらいそう。彼女のお家に遊びに行ってとか。怖くない？余計。そうなの？
ご飯食べなきゃ、食べてきなさい、何々食うみたいなとか。彼女が彼氏のうちよりかは、彼氏が彼女のうち来たらまだ親として嬉しいんじゃない？そんなのないけど、今まで嫌じゃない？気使ってなんか嫌な気はしてない？緊張はするけど、これも全て将来のためだと思えば点数稼ぎ内心点を上げる、うん、娘さんをくださいって時に以上だってわけは終わりさ、この子なら任せられるって言ったら思ってもらえる、もう思ってんじゃない何も文句言わない、出てこない、言わないね、むしろ気遣って考えてくれてる、こういう感じで特に何も起こらない、何の出来事も起こらない平和な年明け日常ブログですが、今年もまたよろしくお願いいたします。なんか見たいのとかあるのかね、イヤホンガンガンゲーム、うん、たまにゲームもする、うん、なんかこういうのやってみてほしいとか、こういう話をしてほしいとか、もし手術があったらもう全部、手術だったらドキュメンタリー作るよね、そうそうそう、なん 記録映画、うん、あ映画じゃないけどやろうと思うけど、入院1週間前、前入院当日、術当日とか、術、うん、から帰ってきて自分が麻酔効いてる時とかで寝てるところとか全部撮る、それ以外特にもう普通に毎日何か食べてるだけのこんな感じですが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。リクエストお待ちも申し上げております。皆様にとっても素敵な一年でありますように。眠そうだね。眠たいよ毎日いっぱいいるじゃない、この休み幸せなぐらい、一生仕事休みだったらいいのにって毎回言ってるよ、毎日3連休だったらいいのに、一生休みとしよう、誰でもそうだな、いろいろ考える年になりそうですね。なんでいつも我慢の不自然なイントネーションだった、自分のうんって一緒ぐらい